さあ、ドッカンバトルやっていきますということで、ついに来ましたね、セルマックス。だいぶ散らしましたよね。だってもう2年でしょ。え、2年？うん、2年経ってるはずですよ。もうスーパーヒーローから2年ですよ。時が経つのは早いですね。いや、マジで散らしたよね。どうなんだろう、こういうでかいキャラクターってプレイアブルだとどれくらいの大きさになるんだろうね。まあ、ある意味で鳥山明の最後の作品の敵キャラってことですもんね。そう考えるとちょっと感慨深いっすね。ね、ちょっとそう考えるとなんか切なくなっちゃいますね。鳥山明の最後の敵キャラデザイン。人工生命体と超ボス。劇場版ボスを持ってるんでね。結構使いやすいっすよね。いいっすね。シンプルでいいっすね。もういっそセルマックス完全体も見たいですけどね。まあ圧倒的にセルマックス一点狙いだね。いきますか。超絶ハイ課金者から無課金になって今のガチャルールはマックス30連でね。何かしらの LR が出たらそこで終わりっていうルールです。いきましょう。伝説降臨はね、ちょっと相性悪いですけど。天茶を。天茶悪くないイメージだけどな。あっちゃん。うん、行ってみよう。あ、でもこれで終わりだ。もうこれで終わりだから別にね、LR ではとは限らないですよね。これ LR かな。あ、LR だ。これで終わりだ。このベジータなんだっけ。ああ、大猿か。いや、セルマックスだからね、もう10年いきますか。お、いやーや、天津飯邪魔。お、よこせ。素晴らしいです。LR 確定です。ワンチャンあるんじゃないかな。結構セルマックスの確率高い気がするけどね。流れ的に。フル。こいつ極限しましたっけ。よっしゃ。いやー、これは神引きっすね。やっぱりセルマックス感じたもん。ちょっとあの構えがさ、このフリーザちょっとあのセルマックスと被ってるじゃないですか。一瞬セルマックスかと思いましたけどね。からの、てか、構え一緒だね。このフリーザフルパワーとこのセルマックスあの、ポーズ一緒ですね。いや、素晴らしいです。いや、なんか伝説降臨でなんか、ね、初登場時に、伝説降臨で弾けたの自分は、結構久しぶりじゃないかな。もちろん、ハイ課金の時は出るまでやってたんで、弾けるのは当たり前なんですけど。ハイ課金以降で、伝説降臨で、
その出た当初に弾けたのってセルマックスくらいじゃないかな。うん、それくらいちょっと伝説降臨相性悪かったですけどね、弾けました。神引きです。鳥山明愛が伝わりましたね。じゃあ、本当に鳥山明の、キャラデザイン大好きなんで、この一切の無駄のないデザイン、特に晩年ね、デジタルに移行してくらいの鳥山明が特に好きですね。そんな感じで、久々の神引きで、大満足です。どうもありがとうございました。